寒いわ。マスター、ホットミルクいただけますか。そう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 、たまるわ。ウーロン茶や。マスター、これウーロン茶やけど、僕ホットミルク飲みたかったな。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いやー、お疲れ様です。茶番でしたね。いやー、なんかね、うん、茶番だったね。茶番だよ。何なんすか、何がやりたかったんですか。今ちょっとあったかい飲み物飲みたかった。いやいや、うちウーロン茶しか出さないですから。いや、もっといろんなこと出しますけど。マスター、これ500円ですか。普通だと500円かかりますけど、うん、お茶出してもらえるだけでもありがたく思ってくださいね。いただきます、マスター。ありがとうございます。本当に。さあさあ、今日はもうこんな感じで凝って入ってきたんですけどね。はいはいはい。すみません、僕誰かも分かんないんですよ、まだ。あ、そうですね。はい。はじめましてでいいんですよね。そうですね。正直、僕のウェブ調べても何も引っかからないんで、誰やねんっていう感じなんですけど、僕の中では。あ、はいはいはい。はい、まあ、自己紹介を軽くさせていただきます。はい、お願いします。はい、私、名前は宮園岳と申します。宮園岳さん、はい。はい。お願いします、改めまして。よろしくお願いします。はい。まあ、東京と、まあ、関西なんかで、アニソンシンガーを目指して、活動している。あ、シンガーさんなんですか。はい、アマチュアのシンガーです。じゃあ実際もういろんな曲をリリースされてたりとか。そうですね。オリジナルとかも結構多数お持ちだったりされるんですか。オリジナルはですね、はい、そりゃもう鋭意制作中です。なるほど。これは大人の事情がありそうですね。いろいろね、わかりました。事情があるので、ね、わかりました。ちょっと深い事情がありそうなので、この話はここまでにしといて、で、何しに来たんですか今日は。今日はですね、それだってアーティストとして来た感じが全くしてないんで。いやいや、まあ普段はね、はい、歌で活動してますけれども、はいはいはい、ね、僕喋りたいんですよ。喋りたい。喋りたい。ライブなんかでも、はい、ね、MC やってる方が楽しくて。なるほど。これだとしたらですね、トークライブ開くべきですよ。トークライブ。トークライブ。あ、いい。一応ここ道玄坂カフェというところでやってるんですけど、いろんな多目的な予定の方がいらっしゃったりとかしてて、普通に、お笑いライブがあったりとか、音楽ライブがあったりとか、うん、まあ、トークライブとか、まあ、舞台もあったりするんで、ぜひトークライブを。いいですね。ぜひやりたいですね。言いましたね。言った。言いましたね。言っちゃった。もうやるしかないですよ。大丈夫ですか。決まっちゃったもん。まあ、でもそういうのでやったりとかしたら、まあ、いろんな面白いことできるのかなと思いますけど。そう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 、なんかね、はい、毎回大体、はい、まあ、出番とかで20分ぐらい持ち時間もらって歌のライブするんですけど、はいはい、喋りすぎちゃって大体いつもね、20分が30分になるんですよ。ダメなパターンじゃない。もう毎回主催者に迷惑かけちゃうパターンじゃないですか。そうそうそう。いやー、ガクさん良かったっすよって言ってても、多分絶対心の中ではすげえ押し上がってこいつ。もう僕が主催ライブだったら強制送還されて、終わりです。もうガクがガーッつって優しい主催者じゃんね。そう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 。なるほど。で、今日は何を喋るんですか。めっちゃ喋りたいとおっしゃってますか。そう、はい、前回、はい、11月10日に、はい、歌吉っていう、まあ、トークライブっていうかトークイベント、ここ道玄坂で行われてるイベントですよね。そうです。そのゲストで出させていただいて、その時に、はい、自分の好きなものを喋っていいですよっていうふうに言われまして、ほう、そうそう、そこで自分の、まあ、はい、好きなもの、まあ、アニメの話をがっつりしたんですけど。アニメ好きなんですか。そうです。アニメ漫画がすごい好き。僕もアニメは好きですよ。お、見てますか。はい、最近は見れてないですけど、その昔の、うんうん、まあ、なんか80年代、90年代っていうのは、まあ、僕はやっぱりちっちゃい時からずっと見てたんで、やっぱ好きですけどね。まあ、あの辺のドラゴンボールとか。まあ、そうですね。ベタで言うと、ベタで言うと、まあ、そういうやつですよね。ヒントマンとか。いいですね。はい、はい、だから、そういうものを、はい、まあ、好きに喋っていこう。なるほど。ゆるく。なるほど。そういう感じで今日は来ました。わ、はい、かりました。はい、了解したな。何を今日は、まあ、そういう類のものを、うん、まあ、まあ教えていただけるということで。そうです。まあまあ全然いいんじゃないですか。今日は何を、まあ、ただめっちゃね、歴代で有名な漫画なんていっ
っぱいありますからね、はいはい、まあまあ歴史は長いですよ、ジャパニメーション、もう文化ですからね、はい、いや本当に、いや何を、ね、僕はもう何でも話せますよ、アニメ大好きですから。お、マジですか、はい、全然。今日はね、あの、はい、ギャグ漫画について。あー、まあまあ全然知ってますよ、僕は、まあ、幅広く。そうそう、まあ、ギャグ漫画、ギャグアニメですよね。はいはい、わかります。まあ昔で言うと、何ですかね、たけし、世紀末リーダーのたけし、はい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 、まあまあ、もっと昔で、あられちゃんとか、あられちゃんとか、でしょうか、まあ、全然ラッキーマンとかね、はいはい、全然大丈夫よ、あの辺の、はい、で、全然、はい、これが、うん、あの2000年ぐらいに、はい、あの連載をされていた漫画でございまして、ほう、それがですね、はい、でね、こちらでございます。今日ご紹介するのはこちら、二人が忍ぶでっていう漫画なんですけれども、これ知ってます？ちょっといいですか？はいはいはい、どうぞどうぞ。二人が忍ぶで、なんか絵のタッチはなんか見たことあるんですけどね。はい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 、これはこれは僕ちょっと全4巻でございまして、全4巻、ほうほうほう、あれですね、僕の予想をはるかに覆しましたね、相当コアなもん出てきましたよだいぶコアですよ、そう、普通になんかそういうね、あられちゃんとかね、はいはい、なんかラッキーマンとかそういうレベルが出てくるかなと思ったんですけど、これはコアなやつ出てきましたよ。もうジャンプ系とかじゃないですね、うん、これはあの電撃大王出た、はいはいはい、電撃シリーズですね。そう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 、でしあの連載されていた、こういうのを知ってるっていうのはだいぶコアです。で、まあまあまあ、で知らない方もね多いかと思うので、はい、この作品の概要を説明させていただきたいと思います。おう、はい、私今日原稿も用意してきますんでね、はい、自分で、はい、これが原稿も用意してがっつりだ、はい、はい、作者が古賀良一さんっていう、古賀良一さん、はい、はい、まあ、他にはゲノムとかいう有名な作品もあるんですけど、なんか聞いたことありますね、はい、うんうんうん、で、まあ、この二人が忍で、はい、まあ、このドジで天然ボケな見習い忍者の忍、忍さん、はい、このピンクの忍びの忍さんね、はい、うん、忍と正体不明の生物、はい、音速丸、この黄色い丸っこいやつです。なるほど、これが起こす騒動をユーモラスに描いたギャグ漫画。なるほど、一個ちょっと確認したいんですけど、うんうん、別になんか冒涜とかそんなつもりないですよ、はい、僕すっごい知ってる、なんか見たことがあるやつで、はい、なんかその何でしたっけ、そのなんか未確認生物みたいな、これ音速丸、僕ですね、大の大冒険っていうのがすっごい大好きで、はいはいはい、その時になんかあのゴメちゃんっていうね、いましたね、ゴールデンメタルスライムなるものがいたんですけど、うん、全くそっくりなタッチなんですけど、あの見た目はだいぶ、まあ、似てるんですけれども、はい、あのキャラクターがね、はい、かなりぶっ飛んでまして、個性が違う、そう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 、確かに、まあ向こうのゴメちゃん喋れないです、うん、ピー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 しか言わないですけど、はい、これ人語も普通に喋れます。喋るんすか？喋る。いやすげえな。喋ってボケるみたいな。ボケるんすか？そうそう、基本、まあ、この音速丸っていうのが、はい、あの常にボケ倒しているっていう。ほう、ユーモラスですね。ほぼツッコミがない感じで、もうスピーディーに話が進む作品なんですよ。そうそうそう。で、まあ、マニアックな小ネタでね、はい、情報量で読ませるタイプなんですけれども、はいはいはい、で、まあ、これがですね、テレビ、はい、アニメ化になってまして、はい、これが放映されていたのが大体2004年、まあでも割と最近ちゃ最近で10年前、まあ、軽く10年くらい前、そうですね、9年10年くらい前の作品なんですけど、はい、で、このね、ギャグのテイスト、まあ、はい、漫画で読んでてもそうなんですけど、はい、やっぱり音と映像がつくとギャグにもテンポが生まれてくるじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。漫画で読んでると自分のテンポでガーガーガーって読んで、はい、ハハハって面白いな。まあ、その視聴者の方にはすごく伝えやすい武器だったと思うんですね。そう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 。はい、で、まあアニメ映像とあの声がつくことによって、はい、飛躍的にこのギャグが面白くなる。ほう、なるほど。はい、で、まあこの、まあ、ちょっと登場人物の紹介、先ほどの続きなんですけれども、はい、この忍ちゃんっていうピンクの子なんですけれども、はいはい、これはですね、声優が水木奈々さん。おお、すごいじゃないですか。そう、水木奈々さんがやってるんですよ。へえー、はい、で、まあ、この子はまあ天然ボケなんで、まあ、どっちかっていうとボケ寄りなんですけれども、うん、はい、はいはいはい、で、次にこの音速丸、音速丸、こいつが声が若本のりおさんなんです。
僕の情報ないですけど、例えばあの若本さんっていうと、例えばサザエさんのアナゴさんとか、うん、マジで、あのドラゴンボールのセルです、ね、はい、もちろんもちろん分かります。え、ちょっと待って、あの僕がイメージしてたあの見た目と声のギャップがすごいんですけど、あのだから何が面白いかって、若本さんがまあそうですねノリノリでボケまくるみたいな、はい、そう、め完全に僕ゴメちゃんの感覚で言ってたんで、めっちゃピーピー言うかなっていう声かなとか、違う違う、普通にのぶといんですね。そう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 、で、あの言うことも大体が下ネタ、へえドスケベじゃないですか。ドスケベなんです。ほうほうほう。で、まあ、他にも登場人物がいて、この下に出てくる忍者なんかは、はい、あのまあ、忍者1、忍者2みたいな、はい、名前は一応サスケっていうのがあるんですけど、はい、でこいつがあの関智一さんが声をやってて、ね、Gガンダムのドモンとか、おお、はい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 、まあ、かなり有名な方なんですね。へえ、ドモン歌手ですよね。そうですそうです、主人公ですよね。はい、なるほど、まあまあ、結構そうそうたるメンバーですね。あのね、かなりね豪華なんですよ。で他にも出てきて、はい、ツッコミ役のちょっと見えづらいですね。ツッコミとか言うんですか。はい、このギャグマンですからね。まあ、そうですそうです。この、まあ、髪の毛が黄色の子が知らぬい楓ちゃんって言って、これは声は川澄綾子さんですね。で、緑の髪の子、これが宮城って言って、さっきの忍の妹なんですけど、はいはい、こいつが声は釘宮理恵さん。釘宮理恵さん、釘宮さん、ホモランス代表な釘宮さんは、そうですね、ルイズとか、作品名が出てこねえや、何でしたっけ、マスター俺かよ。後ほどそれはブログで更新しておきます。そうですね、まあまあまあ、でもね、かなり人気な声優さんで、ちょっと待ってください、ね、お姉ちゃん忍びで妹、これ妹もまあ忍びっていうかね、本名系ですよね。そうですそうです、忍術じゃなくて呪術を使う、お札を使って、そうそう、で、まあ、舞台設定として、はい、そのまあ忍者学園にこの忍が通ってるんですけど、まあその学園の中にもいろいろ、まあなんていうんですか、組があって、イ、うん、組、ロ組、ハ組みたいな、いろはにこうとつって、でまあ呪術学科とか、はいはいはい、科学学科みたいな、いろいろあるんですよ。で、めっちゃカンペ見てるな。そう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 、組み立てきてきてるんですけれども、はいはいはい、実際に覚えてないんで、覚えなさいよ。何ボロ出してんだよ自分で。本当にごめんね、カンペガン見です。なんだよ、まあいいや、見せてないけど、ね、で、まあこれの、まあ、どこが面白いかっていうと、まあ、さっきも言っていたように、はい、この音速丸はボケ倒すっていうのがすごい面白いんですけど、はい、このボケのね、内容っていうんですか、セリフ回しっていうんですか、はい、これが非常にね、ぶっ飛んでるんです。ほう、ぶっ飛んでて、非常にハイセンス。なるほど。これが、まあ、この小川良一さんっていう作者の持ち味なんですけれども、例えばどんなのがあるかっていうと、はい、ですね、一つ、例を挙げるとですね、この話の中で、はい、職種にこの音速丸がいじめられてるシーンがあるんですけど、職種が出てくる、職種が出てくる、タコとかそういう足みたいな、なんか植物のやつにこいつがいじめられてるんですけれども、いじめられてる最中に、誰なの、僕のエッチピストル付近をもしもししてるのは、なんもわからん、なんもわからんけど、ちょっとなんか卑猥な感じはするしますね。ウィットに飛んでますね。そうですそうです。で、他にもですね、たくさんおっぱい、キス甘酸っぱい、おならの匂いが部屋いっぱい、意味がわからん。あ、でもそういうなんかかかったようなワードがいっぱい出てくると。そうですそうです。こういうなんか下ネタ系の話をもうどん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 出していく。ほう、なるほどなるほどなるほど。ちょっと見てみたくはなりましたね。あのね、ぜひね、これね、僕なんでこの話をするかっていうと、はい、ぜひね、ブルーレイディスクボックスを出してほしいからこの話をしてるんです。なるほどね。まだ DVD でしか出てなくて、はい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 、はい、ツタヤ行ってたまに借りてきて見直すんですけど、でこれも最近見直しながら、やっぱこれ面白いなと。ただでもそういうやり方僕全然ありだと思います。
ます。僕も知ってるのは、なんか、2ちゃんとかで、そういうので、まあ、もうアニメで、なんか、もっとこれ DVD にしてくれないかな、みたいな、いうような話が起き上がったときに、実際、その2ちゃんでみんなが支援したおかげで、ああ出した方がいいのかなっていうのが生まれて、でしょ？ちゃんと DVD 発売されたんですけど、うん、それが、鳥山明さんがやってた作品の、ドラゴンクエスト概念アベル伝説っていうやつ。ああ、はい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 。あれは、あれそういう経緯で DVD の？あれは、2ちゃんの人たちとか、なんかネットの人たちとか騒いで、それで生み出した作品なんで。へー、だからそれは僕はやっても全然いいのかなと思いますよ、うん、これで生まれたら面白いですもんね。ぜひね、はい、やってほしい。まあまあこれがね、制作者が見てるかどうかだと、まあ、見てるかどうかは分かんないです。ただやっぱりこれを見てね、そう、ここが先駆けでいろんな人たちが、まあ、これは俺も応援するわっていうような話になったら、これはガクさんすごいことです。そうそうそう、だからね、ぜひ見てください。だとしたら次その映像で持ってきてくださいよ。映像でね、持ってきたいんですよ本当に。これはね、映像と音で見てね、初めてやっぱり面白さは分かる。なるほど。このギャグのテンポっていう、はい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 、怒涛のこのマシンガンボケっていう、ほう、ハードルガンガン上がりますけど、いやでもね、本当ちょっと見てみたいなっていうのはあるんで、うん、ちょっとどうにかなんかその動画をね、これ動画ね、ぜひ、まあまあせっかくやったらみんなで盛り上がりたいじゃないですか。うん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 。放映会とか。著作権問題ね。もうこの漫画出してる時点で著作権問題でも分からんけどね。もう分からんけどね。表紙ぐらいだったらいいんじゃね、うん、みたいな、ね。でも全然なんか僕はちょっと見たいなっていうのがあるんで。ということで、なんとお時間が。もう来ちゃいました。もうちょっとですね。もうちょっとだけ。もうちょっとですよ。もうあらら、本当に。はい。そんなにめっちゃ用意してたの。そうなんです。意外とあっという間でしょ。あっという間だわ。ただこの番組なんですけど、今これ現在 Ustream で、配信しております。はいはいはい。で、これを、もう一個 YouTube、 いや素人か、本当に。なんだカメラ見てるんですか。それで、カメラ、YouTube にも、配信しますので、どっちかで100。100、はい、視聴する方に視聴してもらったら、また次回ぜひまたこの二人がしのぶ展をお伝えしてもらえるのか、もしくはまたさらに違うものを紹介してくださるのかはもう全然お任せしますので、まあまあ次回はね、はい、どうにかして映像をぜひ出したいと。ぜひ、うん、もう何かあったら全て責任を背負ってください。僕たちは責任一切負いませんから。よろしくお願いします。ところで告知とか何かあります？告知、はい、そうね、一応歌の活動がメインなんで、はい、しゃべりたいとは言っても、はい、はい、じゃあ告知を、はい、お願いさせていただきます。はい、明日なんですけど、はい、11月16日の土曜日、うん、日暮里プロモボックスというところでですね、ライブ2ディメンションズという、これはアニソンのライブイベントがあります。ほう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 、はい、この間やらせていただいた歌吉っていうイベントの、はいはい、まあ、延長線上みたいなイベントなんですけれども、はい、でこれが開演が12時半からお昼です、はいはい、でもう終わるのも大体4時ぐらいまでには終わる。あ、でも結構なんか大横そうな感じですよね。そうです、映像なんかもバックスクリーンに出したりしてやるんで、これはね、ライブも楽しめるし映像も楽しめる。なるほどね。やつです。でもう一つ、12月22日に、はい、渋谷ミルキーウェイっていうところでですね、はいはい、アニメミュージックエルドラドボリューム9っていうのをやらせていただきます。エルドラド桃源郷ですね。これはもう、9回やってますんで、これアニソングランプリっていうですね、オーディションがあって、はい、もうアニソンシンガーの登竜門。うん、なんか僕のなんか名前だけは知ってます。はいはいはい、でこれが、まあ、歌うまさんがですね、集まってるんですけれども、はいはい、このアニソングランプリ の、まあ、予選とか決勝大会とかに出てた、はい、歌うまさんたちをもう各地方から、北海道から大阪からいっぱい集めてきてやってるのがこのエルドラドなんで、なるほど、クオリティはもう間違いないです。わかりました。はい、それに、
はい、私も。あ、わかりました。よかったらぜひ皆さん行ってあげてください。お願いします。よろしくお願いします。で、この番組、まだタイトル決まってないですけど、なんかもうまとまってます？タイトルっすね。はい。まあ、せっかくだったらなんかアニメとかそういう、なんかそういうワードをもしなんか、せっかくなんかいろんなこと多分考えれそうなんで、はい、じゃあ最後に、ひらめいたタイトルを言って終了しましょう。OK、うん。じゃあ、まとまったら言ってください。わかった。まとまったら、どうしようかな。っていうか、僕じゃあもう瞬発力でいきましょう。はい。もう3、2、1って言ったらタイトル言って終了します。OK、はい、ですか？ OK。いきますよ。いきますよ。3、2、1、どうぞ。宮園学のオタクな知識、略してオタ吉。バイバーイ。